大阪市交通局901系電車、鹿児島市交通局200系、電車206鹿児島市交通局200系電車は、1964年に登場した鹿児島市交通局の路面電車車両である。鹿児島市交通局200系電車は、1964年入選12月13日、1964年2月10日、竣行した、 大阪市交通局より譲り受けた元900系犯行性ボギー車である201から206の6両が在籍した。種車である大阪市交通局900型は流線型が流行した1935年から1936年にかけて製造された定員60人の小型ボギー車。前面は交代格がつき、側面腰板が区の事情に膨らんだ。 日下明かりと呼ばれる車体に大型の引き戸を装備した独特のスタイルが特徴である。入線に際しては車両限界の関係で車体両端を絞り600型に準じた正面3枚窓、初位鹿児島市電スタイルへの大規模改造がなされた。他の車両に比べ小型で幅広の車体だった。昭和30年代、鹿児島市交通局は、 車両の老朽化と増加する乗客に対応するべく、木製単車の駆逐、ボギー車の増備を行っていた。300系、400系の車体更新、500系、600系、460系の申請者増備に続き、導入された車両が本形式である。補助的な運用だったのか営業線に現れることがあまりなかった。 1967年より、元大阪市交通局2 6 0 1営の800型が増備されると、ワンマン化の対象とはならず置き換えの対象となり、205号は1967年6月に自己廃車、201から204、206号は1969年8月に廃車となった。営業年数わずか5年という短命の車両であった。ありがとうございます。